こんにちは。今日は僕がメイクドゥを使ったワークショップで最初にメイクドゥの使い方をお伝えするときにやっている簡単なインストラクションをお伝えします。まずメイクドゥのパーツの説明をしています。メイクドゥは4つのパーツから構成されています。大きなのがノコギリです。そして黒いパーツがヒンジと言います。そしてこの黒い、青い丸いパーツ、これをストッパー、そして青いこのようなちょっと画鋲っぽいものですが、青いものをジョイントと呼んでいます。ジョイントとストッパーは必ずペアで使います。では簡単に、使い方をご説明します。このようなものを用意するようにしています。ダンボールの切れ端で構いません。ノコギリの後ろについている穴あけを使ってバツのところにそれぞれ穴を開けていただきます。実際に穴を開けてみましょう。物を持ってダンボールを持って、穴あけで押し付けると穴が開きます。おっと、このように薄かったり柔らかめの段ボールや資源ごみの場合は簡単には穴が開きません。このように材料が逃げてしまう場合には後ろに手を当ててそれから穴を開けるようにします。開きました。この穴開け、このように手に当たっても穴傷ついたりしないようになっています。そのようなデザインがされています。ただやはり小さなお子様には人に向けて使わないようにとご注意ください。穴を開けたところにジョイントを通します。そして2つの穴が通りましたらストッパーで止めます。これでジョイントとコネクタを使った接合は終わりです。取り外し方法は正面から見るとこのように出っ張ったところ、少し横から見るとこのように湾曲しています。この湾曲したところに指を当てて力を入れると簡単に引き抜くことができます。そして取り外せます。では丸い方に今度は穴を開けてみましょう。先ほどと同じ要領です。これでいつでも違う場所に穴を開けたり取り外したりすることができます。ではこのヒンジの使い方です。ヒンジはこのように30度ごとにカチッカチッカチッと、決まった角度で動くような仕組みになっています。これを使いますと例えばドアまたは箱のコーナー、もしくは犬の耳、もしくはロボットの関節などを作ることができます。これの止め方は自由です。このように角度を動かしたりドアのように使ったりすることもできますし、回転することもできます。取り外すときは同じ要領です。この物を取り外したりつけたりするときに注意することが1点だけあります。ストッパーで止めるとき、正しい角度はこれが正しい止め方です。横から見るとこのようにストッパーが手前に沿っているのがわかります。これが反対につけられている場合があります。反対につけてしまうと横から見るとこのようになりますが、曲がっている方向が逆です。こうすると大人でも取り外すのが非常に難しくなります。ですので必ずこの角度で止めるように最初にお伝えいただければと思います。これで小さなお子様でも取り外したり取り付けたりを自由に何回でも繰り返しやっていただくことができます。メイクドゥを使い終わったらこちらの使った材料は
ものづくりに使ってもいただいても構いませんし、資源ごみに出していただいても構いません。メイクドゥはこのように繰り返しお使いいただけるコネクターです。